はい、ミートファイトゾーンの雑白です。今回はブレイキングダウン最低人気選手ライジンランドマーク大抜擢の黒い交際暴露についてです。ライジンランドマーク10名古屋大会が11月行われます。まあかなり面白いカードが発表されたものの一つ違和感があったのがなんとブレイキングダウンの中でも全く人気がないトシゾとかいう選手が 参戦そしてなぜか対戦相手ミスター x みたいな感じで目玉対戦みたいな感じで取り上げられましたこれまで、まあ、ジョリーが出るやらなんやらで、まあ、盛り上げたりはしていましたがその前にしょうもない歳三とかいう選手が抜擢されたのですまあそもそもなんですけどもこの歳三っていう選手は調べたところ まあアマチュアで、まあブレイキングダウンはアマチュアイベントなんで、3勝5敗というしょうもない成績な上に、山川颯期、ジョー・ブログ、岡迫ですかね、というような選手にしか勝っておらず、あとは負けてます。まあどうしょうもない、まあ、素人のアマチュア選手と言っていいでしょう。で、どんだけ人気がないかというと、クラウドファンディング1000万集めると、格闘事務を立ち上げて、ブレイキングドリームを叶えるんだ、みたいな。 で、この人はなんかブレイキングドリームに固執しているようで、ブレイキングドリーマーと自分が言ってるものの、全然人気がないらしく、画期的な数字を叩き出したのです。なんと1000万目標にもかかわらず、たったの9万円しか集まりませんでした。これはもう素人以下です。 こんなもの、身内でさえもっと払うでしょう。いわゆる1%以下の達成率だったのです。もう分かってはいましたが、ブレイクダウンというのは別に、まあ、知名度はありますが、人気には繋がらないのです。まあ、言ってみたら、恋愛リアリティションに出た素人ぐらいのもので、一時的な知名度は上がりますけども、人気や収入にはなかなか繋がりません。本当の初期の ハンサムブーユーでオチさん飯田さんみたいにもともとちゃんとしたプロボクサーでしかも不良でもんが入っておりイケメンであの、まあ、ナルシスト。 な選手であればまあイケメンっていうところでファンもつくのですがこんなどうでもいい素人何の特徴もない素人はただただ出てるだけであって人気が出ないのですその選手がなんとライジン抜擢されましたまあこれは何かというと地方大会あるあるなんですけども地方大会っていうのはジモキックっていうのが行われます今まで行われてましたこれは何かというと地元でやるので地元のジムに声かけてまあスポンサーになりませんかっていうことを声かけてスポンサー料払えば、まあ、チケットで払い戻しなので わかりませんが金額を払えば出れるという MMA メインの団体なのに、まあ、ジモキックですごい批判はあったんですけども、まあ、お金を稼ぐっていう手では僕は全然いいことだと思っていましたでジモキック出た選手は元ライジンファイターみたいなもう肩書きがもらえい、まあ、僕は逆効果だと思うんですけどもそれでまあ勲章みたいなものがあります、まあ、言ってみたらしょうもない雑誌に載っただけで読者モデルって言ってるような身の取りする女子みたいなまあ貸す貸すとは言ったら悪いですけども。 まあ大した証拠ではありません。ただただお金で勝っただけです。で、今回おそらくですけども、星蔵選手も勝ったのでしょう。で、まあ、これ、ライジンはいいなと思うのは、ちゃんとオープニングファイトということで、オープニングファイトで、まあそういう地元のスポンサー枠を確保して、お金も確保しつつ、利益も出していく。これは全然いいと思います。ですから、オープニングファイトでお金を出して、トルネードさんが抜擢、抜擢じゃないですけども、お金で獲得したと。で、対戦相手ミスター X ってなってますので、ちゃんとよりお金を積 そういう扱いい扱ししてもらったんでしょうまあ、これ融資はそうなんです。有志はおばさん議員詐欺おばさんに最近だから懲役10年とか言ってましたけども、まあ、10億ぐらいですか詐欺したおばさん議員の事務所の所属の選手だったんです。で吉羽議員がお金を積んで融資を出させたりあと吉羽議員と一緒に杉地ひももリングサイドで普通に 映っててましたたけども金をを積んで出させてたのでのす融資をでなんと融資なんてもう格闘家ですらないんですけどもただのキックボクサーアマチュアキックボクサーホストなんですけどもプレパレーションで作られましたどんだけ金を巻いてるんだって話なんですけど実際はもう詐欺議員として獲得した知名度を使った詐欺でお金を詐欺で奪ってきたものを大事に。 して勇者出てたんですまあ、融資は、まあ、罪は問われなかったですけども、黒いお金と言っていいでしょう。トルネードさん、別に作業し、あのいや、お金悪いことはしてないんですけども、おそらくスポンサーが太いのでしょう。今回、ちゃんとお金を払って出れる上に、Mr.X みたいな感じで話題性にもなっています。全然いいと思います。これが僕、本線に出張するんであれば、もうめんどくさいんで嫌なんですけども、まあ、前座なんで、別に見なきゃいい話ですから。で、お金も潤うので、全然いいと思います。ですので、トルネードさん。 しっかりとお金を積んでくれたとまあ人気のない選手が何やっても人気はないと思うんですけども頑張ってくれたと思います、まあ、ただちょっと怖いのはブレイクダウン最近も犯罪者を生み出してるのはそうなんですけども。 まままでで込んできてしまいましいたで最近も直近の試合のセコンドが、まあ、詐欺組織の一員だったというのも報道されてましたただ昔はそれである程度盛り上がったというか炎上したりはしたんですけれどもああそうだよねぐらいな感じで全然もうブレーキ団なんから犯罪者出ようがはいはいみたいな感じですでその前もユーゴという方が、まあ、元代表です出場選手とかじゃありません元代表ですが80億円の詐欺で ブレイキングダウンの知名度を利用して金を集めていた、ポンジスキームで集めていた、もうこれはニュースにまでなってます。 ににもかかかわららずそんななな盛り上上がっってていいというか炎上すらしてなかったです。ただ、これ本当にやばいことで、でここは100%裏付けがあるわけじゃないんですけども、僕の推測というか、折原さんというツイッターに書いてたんですけども、書討本に見たところ、株の30%持ってたのが、ユーゴ容疑者だったんです。で、代表です。言ってみれば、創立で主要株主で代表だった人が、ブレイキングダウンの名を使いながら、ポンジスキーム8以上集めたと。 でもちろんそれも反射に流れているので今回詐欺対策ではなくてまマ、あ、ル棒暴力団対策の方が逮捕しましたですので最悪ブレーキ、まあ、最悪というよりは確実ブレーキダウンの方にも捜査が行くので,でそこで捕まってしまえばだから皆さん逮捕者が出るたびに朝倉未来の顔に泥を塗るなとか朝倉未来君の足を引っ張ると言ってますからそうじゃありません朝倉未来君がブレーキダウンの代表でありおそらく ヒット株主,主要株主なんか人株主かは分かりませんがなので一番責任あは浅倉未来くんなんです浅倉未来くんがやってるだけなんです代表として舵取りをしてるんです CEO ですからですから今回捜査入ったらもう確実に朝倉未来の方まで流れが来るので、まあ、逮捕されるかどうか知りませんけどかなり僕は危ないと思っていますで大沢健二さんが、まあ、木村稔選手とか平本蓮君の報道を見てどうしようもない そんなニュースばっかり嫌になるとか言ってましたけどもまあもちろんダメなことではあるんですがただ一個人が選手がやらかしてることですこれってもうどの業界でもありますお笑い業界でも斉藤さんが同意不同意で合姦じゃないですかでやったとか、まあ、不倫不倫不倫,不倫合姦じゃないですけどもやったりですとかどの業界でもあるんですしょうがないんです格闘業界もありますちょっと多いのか気になりますがしょうがない話ですただブレイキングダウンっていうのは個人じゃありませんもう組織的にやってるんですでその組織的に犯罪者犯者を利用して金儲けしてる ところの、かなり関わってるのが大沢さんなので、僕的にはもうこっちの方がやばいと思ってます。でやばい、勝手にしてくれと思ってるんですけども、何が怖いかというと、RIZIN とブレーキダウンの関わりが濃ければ濃いほど、RIZIN まで割り送ってしまうのです。確か、COO のユッティ溝口も RIZIN ラ,ライブに関わってるとかなんで、 僕はそこだけがあるので昔のフジテレビショックみたいにプライドが一夜にしてなくなったんですですからもうライジンなくなってしまったらまた冬の時代に戻りもう冬の時代から復活できない可能性がかなり高いと思っているのでライジンにはほぼほ ほほどほどにしてもらいできるだけ反射とかそういったところには関わらないでいってほしいと思います。で僕の憶測ですがこのまま行くとブレイキュンダウンはなくなってしまい今度はブレイキュンダウンではなくてブ,ブスダウンとしてブサイクなジョビンや細川ブレンタインやオギザレルなどブサイクを集めて格闘技団体を立ち上げもちろんすぐ潰れるでしょう以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日ライブ配信もご覧ください。あと我らの平太郎がなんとフライ級1位。 と、プレ、タイトル戦みたいなものをやりますので、ここ勝てばもう確実タイトル戦になると思いますので、ぜひ応援してください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは、タララス、タララス、タララ。